はい、検査キットが届きました。はい、兄ちゃんどいてください。こんな感じ、ちっちゃいですね。使いやすそうな行動特性遺伝子検査キット、兄ちゃん立ってる。よし、じゃあ兄ちゃんやっていこうか。使い方もすごい簡単みたいなんで、ちょっと実際にやってみます。待って、よし、開けよう。開くよ。じゃーん。おお、箱の中から箱が出てきました。で、後ろにも丁寧に使用上の注意と個人情報の取り扱いとか遵守しますよっていう注意事項書いてますね。そして開けると、おお、面白い。若いの教室内容、どんなタイプの人間ですかって書いてますね。めちゃめちゃ簡単そう。これだけです。さあ、やっていきます。転送用の封筒と注意事項と問い合わせとか、これのやり方全部書いてますね。多分相当簡単だと思う。綿棒で唾液を取って、摂取した2本の綿棒を自然乾燥させる2-3時間で、乾いた2本を検体ケースに戻して蓋を閉めて送ると。もうそれだけの維持です。唾液取って乾かして送るだけ。よし、やろう。ふみちゃんの性格どんなのかな。見た感じで感じる性格と実際のその遺伝子の性格ってのは、時と場合には。どうしたの、かわいいワンだね。何遊ぶの、貸して貸して。そっぽ向いた。まあ実際の遺伝子で検査するものとは若干の乖離もあるみたいで、でもよりそのワンちゃんが分かってどう対応するのか、どう関わりを持ってあげるべきかっていうので、その判断材料にじゃすごくなると思うんで、多分生活変わると思います。めちゃめちゃ後輩くんを見てる。なんかもらえると思ってでしょ。袋の音がしてるから、あ、いった。袋の音がピリピリしたらすぐ美味しいものもらえると思っちゃう。残念、みちゃん、これはただの検査キットです。はい、で2本あるんで、これをそれぞれのなんか頬で唾液を採取していくみたいです。なんでまずは口左側から。気になるね、みーちゃん。みーちゃんご覧して。はい、これも、はい、左の頬の奥、頬ここ、はい、10から20回こするぐらいみたいです。あ、で食事食べてから2時間空けたタイミングでしてほしいってことを記載してましたね。じゃあ大丈夫、いつもの歯磨きと一緒よ。これ噛もうとしますね。で、頬を持ってクリックリックって噛んじゃダメよ。はい、落ち着いた、みーちゃん。はい、これで OK かな。はい、OK。で、これをそのまま乾燥させます。まあ、2、3時間ぐらい乾燥させるみたいなんで、ちょっと立てて置いときます。で、次、反対側、今度右です。ひねる。捕まえた。はい、みーちゃん、右取ります。歯磨きするよ。また、頬。はい。噛むな。これも10から20回ぐらい、ぐりぐりして。待って、みーちゃん、頑張ってね。はい、落ち着いた。めちゃくちゃ簡単ですね。これで、はい、OK。はい、よし、よー。ああ、これが出た。で、あとは、もう乾かして、これを元に戻して送るだけ。以上です。こんにちは。飼い主の家と、ミミちゃんです。ミミちゃん、引っ張る、すごく。はい、今日は遺伝子の検査から分かる性格診断を今日はしてもらおうと思います。今、ミミちゃんが急いでるんだけど、前に後輩くんがクレート持ってるんで、それをね、なんとか入ろうとしてる。気になるね。ミミちゃん気になる。クレート入りたいんだ。今日は、元気先生っていうね、まあご存知の方も多いと思いますけど、YouTube もやられてる、研究者の方で、その元気先生の、元気ラボっていうところをちょっと撮影場所として使わせていただいて、で、遺伝子の検査をしてくれるヨレナ先生っていう、方に、ミミちゃんの診断っていうのを今日はしっかり遺伝子をチェックしてもらってるんで、根拠に基づきながら、いろいろ解説してもらうと思います。楽しみだよ、ミミちゃん。君はどんな性格ですか？はい、では、行ってきます。はい、ミミちゃん、元気先生におやつもらいます。お座り、あ、お座りしてるのお手回る自分で、はい、おいしいお手回る芸をするんですかね。お手はね、普段できるんですけど、あ、そうなんですか。シュッてやってくるっと回っちゃうんですよ。で、今多分腕が上がんないぐらい引っかかってて、あと鼻とかできます。あ、鼻ってなんですか。こうやって、はい、鼻ってやったらここに鼻入れてくるんです。へー、はい、お座り、お座り、お座り、鼻、
おお。あんま入ってなかったけど。かな。かわいい。おいしい？かな。元気先生もね、ワンちゃんと猫が5匹でした。そうですね。飼われてるんで。あ、いいですね。また機会あればサブちゃんとかでやりましょう。そうですね。ぜひぜひお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。株式会社 DNA ファクターの米田先生です。今日は事前にちょっとミミちゃんの、こっち来る、はい、こっち来よう事前にミミちゃんの遺伝子っていうのをキットっていうんですか、これは。そうですね、遺伝子検査キットっていうもの。遺伝子検査キットでミミちゃんの遺伝子を判断、判別、解析みたいな、解析をしていただいて、どうやらそれでワンちゃんの性格がわかると。そうですね。ということで今日はミミちゃんの性格診断なんですかね。そうですね、性格行動性の診断、うんうんうん、解析をさせていただいてます。それを今日説明しにこちらまで来ました。会場はちょっと元気先生の元気ラボの方でさせていただいてですから、はい、もう仲いいですもんね。そうですね、ちょっと大きい YouTuber さんとのコラボとかも最近ちょこちょこ出させていただいて、やられてましたよね。はい、すごい反響があって、今回初の人じゃなくてワンちゃんという形でちょっと解説をさせていただいて、どんな性格してんだろう。これ結構見てる方も自分のワンちゃんってこういう性格だよなって、やっぱ生活とともになんとなくは分かってるはずなんですよ、はい、ただよく言われるのがこの犬種はこういう性格だよなみたいな統計みたいなのあるじゃないですか。ありますね。でも今回それが犬種によってじゃなくて個体で性格分析ができるっていう、はい、それを聞いて僕もそれはぜひお願いしたいということで。そうですね、はい、気になってるんで、だから皆さん一緒にちょっとミミちゃんの性格見ていただけたらと思うんで、はい、改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。じゃあですね、始まりは遺伝子って何かっていうところだけ教えてもらおうかなと思っています。はい、はい、人も犬も魚でもみんな一緒なんですけれども、うん、生物には細胞っていうものがあって、で細胞の中には染色体っていうものが入っている、うん、でその染色体をまた紐解いていくと DNA っていう二重らせんでよくぐるぐるぐるっと回っている、よく CM とかでも出てくるやつですね。そうです、そうです、イメージ動画とかでぐるぐるしてるよね。あれが DNA って言われるんですけども、その DNA っていうのは、一つずつこう玉がこう数珠のようにつながって連なってできているんですね。その玉はもう4種類しかなくて、はいはいはい、この4種類の並びがどうなっているかっていうところで、その生物の個性とか体質とか病気疾患みたいな、そういったところまで分かるようになっているというところをまず押さえていただければなと。割とシンプルな構造ではあるんですね。そうですね、はい、でその玉の並びで個体それぞれで判断していって、そうです、そうです、いろいろ分かってくると、はい、ただこの遺伝子だけでも2万個あるって言われてるんで、はい、例えば、はい、目の色に関係する DNA の配列が、なるほど、ここからここまで、はい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 、でそれで目の色が決まってくる、うん、それそのものを遺伝子って呼ぶんですね。なるほど。でその遺伝子が2万種類っていう、じゃあ要するに難しいってことですね。そうです専門家がちゃんと判断しないと何も分かんない領域の、そうですね、まあことですよね、はい、ほんと最近の研究でどんどんいろんな DNA の遺伝子が分かってきていて、人に限らずワンちゃんでもその個性が犬種によらない形で、うん、様々ありますねっていうのが出てきている。はい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 、はい、楽しみだな、はい、どんな性格だと思う？うん、じゃあみんなに顔見せよ。はい、すごく楽しみですね静かです、今日可愛がってあげてください。よろしくお願いします。みーちゃん、来る？はい、こっち来る？よいしょ。これが今回の遺伝子検査の結果報告書という形で、はい、実際に検査をしたい方が、うんうんうん、検査キットを、まあ、ご自宅で検体採取されて、はいはい、ラボの方に届くと、うんうんうん、最終的に結果がこうやって返ってくると。なので、この、まあ、報告書をちょっと今日はスライドしながら、はい、解説をしていくと。はい、検索結果はですね、はい、こんなコンテンツに一応なっています、はい、こういうのあるとなんか難しそうだなと思ってる人もすごい分かりやすく全部が理解できるようになってるってことですもんね。そうですね、我々からのメッセージみたいなところですね、まあ、こんな風にワンちゃん と、飼い主さんっていうような、まあ、人と犬の関係みたいなのは、ここに書いているように1万5000年前ぐらいからもうずっと歴史があって、
で、その関係性っていうのは、一番最初は人の作業を効率よく役割として始まった関係性なんですけど、今は、家族の一員、人生のパートナーみたいな、そういったところでの、関係性が今築かれていて、より飼い主さんとワンちゃんの関係性がこう分かり合えるようなツールが必要だよねっていうことで、こういった検査キットをそのきっかけになるように作らせていただきます。めちゃくちゃ大事だと思います。僕らも、まあ、家族の一員として一緒にいるんですけど、結局やっぱりある程度しつけってしないと一緒に共存できないというか、でもそのじゃあしつけの仕方ってどうしたら一番伸びるとか、一番どうやったらワンちゃんにとって幸せなことなのかっていうのも、結局その子の性格で教え方結構変わるみたいで、僕らもしつけ教室とか行っててすごいわかるんですけど、そんなんあったらめちゃくちゃいいですよね。そうですね、一番ワンちゃんにとっても飼い主にとっても良くなるように判断できるんで、そうですね、そういったところをメッセージとして開発させていただいております。はい、さっき遺伝子っていうものの話をしたんですけれども、遺伝子っていうものはお母さんとお父さんですね、親から半分ずつ受け継がれるものになっています、はい、なので、ミミちゃんの今の個性っていうのは、ミミちゃんのお父さん、ミミちゃんのお母さんの、個性を受け継いでいるというのが基本的な考えですっていうところも書いております。では、もう早速なんですけども、はい、検査結果の方を。楽しみです。はい。事前に資料を送っていただいたじゃないですか。はい。一応、本番まで知りたくなかったんで、はい、見ないようにしてきました。なるほど。で、ここで、はい、ようやく見れるということで。はい。はい。今回の行動性性格分析としての、はい、遺伝子検査結果は、人もお友達も大好きな、バランス家庭犬タイプっていうような形になりました。なるほど、はい、確かに人もお友達っていうのはワンちゃんの、そうですそうです、好きかもしれない。あ、そうなんですね。バランス取れてるのかな。バランスはだってこれはどういうことかっていうとですね、はい、人も大好きってことは、先ほど言われたしつけとかそういったところにも関係してくるんですけども、はい、いわゆる人懐っこいかどうか、人に対して従順性があるかっていう、そういったところが人懐っこさ、人も大好きっていうところを指しています、はい、で、お友達も大好きっていうのはワンちゃん同士が遊び合ったりとかじゃれ合ったりだとか、時には、競争心が芽生えてこう競争したりとかですね、そういったワンちゃん同士とのなんかこう関係も大好きかどうかっていうようなところの指標になるんですけども、ミミちゃんに関してはどちらも当てはまる、あの社交性があるっていう考え方でいいんですかね。そうですね、なので社交性もあって、でワンちゃん同士のそういった競争心とか、まあ、本能に近い部分ですね、はい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 、そういった行動とか演出としても持っているので、そういったものが両方ある方が家庭的な、確かに、ワンちゃんとして成り立つんじゃないかというような形で、バランス家庭犬タイプ。なるほど、人間として一緒に共存する生活ではあのいいタイプですね。そうですね、適度に人懐っこくて従順性があって、で外に遊びに行かせたとしたらワンちゃんとも遊んでくれる、はいはいはい、そういったような呼んだはい、なので、まあ、ミミちゃんと飼い主さんの、関係性が今後良好にもちろんなっていくのは、こういった従順性からも見えてくるかなと思うんですけれども、はい、このバランスタイプちょっと難しいところがあって、ああ、なるほど、それもあるんですね。一応あるんです、はいはいはい、どっちかに偏ってくれてればどっちかの方が好きっていう判断できるんですけども、間っていうような形になるので、この真ん中っていうわけではないんですよね。はい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 、はい、確かに間違いなくその後天的な環境とか、当然飼い主さんとの今までの関係性とかを考えるとどっちかに偏りが出てくると思うんですね。はいはいはい、はい、そこは飼い主さんのちょっと腕の見せ所みたいなことを見て、より観察をしてもらわないと。なるほど、でどっちなのかっていうのはしっかりと、あとは接しながら見極めていくっていう領域になるってことですね。はい、その通り、今のところは難しいな、どっちも思ってるんですよ。あ、そうなんですね。はいはい、ではちょっとさっきまで休憩してたんですけど、今度はミミちゃんちょっとお眠になってきそうなんで、プレートまで用意しました。プレートめっちゃ好きなんですよね。好きなんですね。ヨネダ先生もワンちゃん飼ってるじゃないですか。そうですね、ヨークシャーを飼っていて。プレート好きですか。好きですね、狭いところが好きです。どんどん入っていって出れるってなるんですよ。確かに、確かによくあの後ろ何バックみたいな感じで出てくるね、絵がありますよね。そうですそうです、それですかわいいですけどねはい、じゃあ休憩明けで引き続きよろしくお願いします。はい、ここからですね、そんな、まあ、ミミちゃんに対してのライフスタイルの提案みたいなところですね。おー、いいですね。はい、飼い主さんがどうしていくべきかというところをちょっと説明させていただこうと思います。はい、じゃあミミちゃんおやつあげながらやります。
ライフスタイルの提案ということで、はい、ミミちゃんに対して飼い主さんがどう接していけばいいのかというところを解説します、はい、やってほしいこと、はい、まず一つだけ、一つだけミミちゃんが一番好きなことを観察して本当に探してあげてください。はい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 、一番好きなこと、一番好きなこと、中間的なタイプなので、はい、人が大好きなこともあれば、うん、その一方でワンちゃんお友達が大好きなこともあると、うんうんうん、そういった習慣とか、仕草とかライフスタイルがもう垣間見えるような形になると思うので、はいはいはい、そういった一瞬一瞬をちょっとこう見逃さないように、どっちがちょっと好きなのかなっていうことを見つけていくっていうのがすごく大切なことになっていきます、はい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 、で、まあ、ここにも書いてあるように従順性はあるので、うん、しつけとか、まあ、そういったことをしたいときは集中してトレーニングすることがもうできる、備わっている能力があると思ってください、うんうん、でその一方でワンちゃんとの楽しいこう遊びの時間もすごい大好きなので、はい、うん、そういった時間をしっかり作ってあげる。結局どっちがこう体験としてミミちゃんが好きなのかなっていうのを見つけていくことができれば、そのバランスがちょうど取れてくると思うんですよ。このバランスを維持してあげれれば一番ミミちゃんにとってストレスのない楽しいライフスタイルになるというような。だから役目としてはどっちかっていうのを、まあ、いろんなことを経験させてあげながら見極めていくためにちょうどいい塩梅に飼い主が調整していくっていうような育て方をしていくと、遺伝子検査の結果としては 50%50% っていう形なんですけど、今までの環境等でこれが60-40になったり70-30になってる可能性があるので、はい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 、今はどっちなんだろうっていうのを見つけてあげる、うんうんうん、探してあげることが一番大事なことになります、はいはいはい、でそれに合わせた接し方をしてあげるってことですね。じゃあもうおしまいおしまい食べた。飼い主さんとの遊び、人との遊び、コミュニケーションとかも、得意ですし、ワンちゃんと一緒に遊んでるとか、はい、コミュニケーションを取ることも得意というふうには考えられるので、はいはいはい、積極的にそういったところに出してあげて、そして観察すると、はいはいはい、いうことが大事になってくるかなと。だから遊びもしっかり遊ばして、室内の遊びも外の遊びも、そうですね、うんうん、そういったこととか、まあ、ライフスタイルを作り上げていってもらえればなと思います、うんうん、はい、わかりました、はい、他にもですね、行動性とか性格だけじゃなくて肥満になりやすいかどうかとか、そういったことも、はい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 、実際遺伝子ではわかるようになっています、うんうん、今後私たちの方でもそういった検査キットをまた次のラインアップとか、うんうん、そういった形で出していこうかなとは思っているので、それもめっちゃ気になります。そうですよね。なんかいつリリースとかってもう決まってたりするんですか？まだ決まってないんですけれども、はい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 、来年中ぐらいにはできるかなっていうところ、今ちょうど研究を進めているようです。ぜひまた教えてください。はい、ぜひぜひ。ゆみちゃんも病気して、はい、お薬今飲んでるんですけど、その副作用もあってかすごくブクブク太ってた時期があって、うん、今ダイエット中なんですよ。これでも、そうなんですか？そうなんですよ、だからでもそもそもの体質ってどうなのかなっていうのをめちゃめちゃ気になってたんで、はい、みちゃん、こうやって賢い人たちが一緒に長生きさせてくれるようにしてくれるんだよ。はい、じゃあ検査結果はこんな感じで、はい、はいはい、ということでミミちゃんの性格、バランス家庭犬タイプ、バランス家庭犬タイプでした。ミミちゃん、はい、バランス家庭犬タイプだよ。はい、で他にもどんな感じの性格があるんですかね？両極あって、はいはいはい、ミミちゃんも正反対というか、うんうんうん、従順だけをもう、ああ持ち合わせてるワンちゃんと、はい、たまにいますよね。そう、すごく想像はつきます。全然ワンちゃんには興味ないワンちゃんですね。で逆でもうワンちゃんにしか興味がない、もうちょっとつもすしていくような、はいはい、そういう風に分類されていきますね、うんうんうん、はい、じゃあ皆さんもよりいい犬とのライフスタイルを送りたいという方はぜひね、概要欄の方を見ていただいて、今回の遺伝子検査キット、はいはい、の方も安く手に入るようになってるんで、ぜひ概要欄見てみてください。今後はね、いろんな発展とかもすごくありそうじゃないですか、遺伝子周りとかでも。そうですね、もういろんなことがもう分かってくると思うんですけれども、うんうんうん、でなんかさっき休憩中に聞いたんですけど、もっとやりたいのが何でしたっけ、遺伝子の性格が、ミミちゃん今回バランス家庭犬タイプなんですけれども、これがまた違うワンちゃん違うワンちゃん違うワンちゃん、犬種関係ないですねワンちゃんずっとやっていくと同じ結果になるワンちゃんが出てくるですね、うんうんうん、そのワンちゃんだけを集めた交流会みたいなこととか、めちゃくちゃ面白いですね、観察会みたいなこととか、はい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 、そういう形でちょっとこう企画が継続していくようなことをできたら、うん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 、私たちにとってもすごく有意義だなっていうふうに思って、はい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 、ぜひ今後とも企画を通してご一緒させていただければなっていうふうに思います。なんかもし今回の動画とかで反響もしあれば、はい、なんかいずれは一つの特典みたいな感じで、はい、そういうコミュニティ一回作ってもいいかもしれないですね。いや本当面白いと思うんですよね、うん、だってワンちゃんも
嬉しいですもんね。ワンちゃんも嬉しいと。同じやっぱ性格であれば、よりあのマッチするっていう考え方がベースですもんね。そうです。基本的にはお友達としてのコンテストはその方がない、はい、人でもそうですもんね。そうですね。メイちゃん、バランサーたちと会いたい一体どんな反応になるのか。研究としてね、はい、やってみて面白いですね。僕も気になりますね。まあ、遺伝子検査そのものがあのまだまだ知らない、うんうんうん、あのものになっているので、うん、知らずして拒否反応が出てくる。こういった形で結構手軽にエンターテインメントみたいな要素を踏まえながら楽しんでいただけるものだよっていうことが今日伝わればすごくいいなっていうふうには思います。普通だと面白いですもんね。面白いですね、はい、興味関心はやっぱりありますし、やっぱ本当なんかうちのチャンネル見てくれてる方ってあのすごくワンちゃんに対して優しい方々がたくさんいるんですよ。そうですよ、飼ってて、はいはい、でその中でどういう風にしたら一番ワンちゃんにとって幸せであるべきことなのかとか、はい、どうやったら本当一緒にいる生活がもっと幸せになるんだろうっていうところをね、やっぱりあの思える方々がたくさんいるんで、うん、だから今回のやつとかも僕の紹介できてよかったんじゃないかなっていう風に思ってるんで、ありがとうございます。ぜひその活動にジョインさせていただければなと思います。でまた皆さんあの検査キットやってもらってエミちゃんと同じ性格だったら LINE ください。自然と集まってくると、うん、同じ性格じゃなくても報告ください。気になるんで。ね、はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんあの詳しくはちょっと概要欄にクーポン券とかも貼り付けておくんで、そこからチェックしてみてください。じゃあみーちゃん最後にご挨拶一緒にしましょう。今向こう向いて、ありがとうございました。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 ありがとうございます。このワンちゃん服着てる。かわいい？ワンちゃん。かわいがってもらってます。女子会始まってます。持ってくれるな。はい、かわいがってもらってます。はい、元気先生、ありがとうございました、今日。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。またなんかご一緒できれば嬉しいですね。そうですね、ぜひぜひ、ワンちゃんの実験。うん、ワンちゃん実験。え、ワンちゃん実験、何やりたいですか？はい、ちょっと。手出てきた？はい、ありがとう。ワンちゃんの実験何がいいですかね。やっぱヘリウムで飛ばしますか。そこにねヘリウムガスありますからね。ピューって飛んでくる、はい、炎上確定案件ですね。そうですね、宇宙まで飛ばしたら、宇宙まで飛ばしたら前澤さんとどちらが有名なのか。うん、ちょっと考えておきますね。なんか、はい、ぜひ面白そうな実験が、うん、ね、これあげていいよ。はい、皆さんも今回は元気ラボの元気先生の会場で撮影してもらったんで、はい、概要欄貼ってるんでチャンネルよかったら見てみてください。よろしくお願いします。もう少しで50万人なんで、はい、すごいですよね。ぜひぜひお願いします。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ2人もありがとうね。うん、かわいい。はい、今後登録者数が1人増えるごとに15円の寄付っていうのをさせていただこうと思います。チャンネル登録ボタンのワンクリックっていうのが直接寄付につながると思って登録していただけたら僕も嬉しいですし、区切りのいいタイミングでちゃんと見えるようにしていきますので、よろしくお願いします。